Conspiracy. Occult. The truth is out there. デイブとアリのオカルト陰謀トーク。今回も素敵なコマサパーカフェで、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ポテトフライも美味しいし、あと何でしたっけ？パンケーキもとても美味しいという。ロケーションもすごいいいよね。ロケーションもとても素敵な場所です、ね、さあそんなわけで今回はちょっとまあおふざけ的と言ったらいいんでしょうか。まあ僕がもう10年以上フォローしてるフリーマンフライっていうやつのちょっと話をちょっとちらっとしたいんですけど、はいはい、まあもう今もう40代ぐらいなのかな、うん、で僕がフォローしてる間に女の子に2人ぐらい振られてまあ変わった男で、うん、まあ若かりし頃だからティーンエイジャーの頃になんかお父さんが実はフリーメイソンだったっていうのを初めて知るらしいんです、うん、18歳ぐらいの時に、うん、18歳ぐらいの時に友達がオカルトがすごい大好きで、うん、アリスター・クローリーの本とか、うんうん、オカルト的な本とか、うんうん、そういう秘密結社の本をいっぱい集めてる友達のところに行って、うんうん、本をめくってたらそのフリーメイソンのあるじゃないシンボルマーク、はいはい、コンパスと上下みたいなやつ、うん、でそういうのがいっぱい出てきてわどっかで見たことあるあこれお親父がカフリンクとかネクタイピンとかこれしかつけてねえみたいなこと言ってえうちの親父フリーメイソンわかりやすいフリーメイソンじゃねえのみたいなそんなわけないんだけどって言って家に帰ると親父はいや実はフリーメイソンだったとで親父もまた面白いのが軍にずっと入っていてで軍でお父さん 何をやってたかっていうと不時着した UFO を、うん、要は探しに行くっていうのがお父さんの仕事だ。親父ちっちゃい頃そんな話なんてしたことないのにフリーメイソンに入ってるっていうことも知らなかったし、うんうん、でどうやら後から調べたらお母さんもどうやらフリーメイソンが結社、うん、ガチガチですでも息子は全く分かんないです、うん、普通に生活してて、うん、で親父はさらに軍では UFO を、うん、なんか不時着した UFO をこう拾っていく仕事をしてたんだなんか親父それ楽しそうな仕事だねでもお父さ ん UFO なんて存在するのって聞いたら当たり前じゃんとか言われてそれでそのひょんなきっかけでなんかヒッピーみたいな感じでアメリカ中を旅してたらこういう面白い話が好きだからまあしてたらローカルテレビ局、まあ、ケーブルチャンネルかなんかに、うん、お前は話面白いから、うん、番組出て喋れないみたいな、うんうん、で喋り始めて、うん、そこでいや実はうちの親父もそういう仕事をしてるから、うん、じゃあうちの親父ゲストに呼んでいいよって言って、うん、ゲストに呼ぶ日に親父が死んでしまうんですよもうブッキングしたその日に死、うん、ブッキングして出る日に親父は死んでしまうなるほどでそこでさらに お父さん以上にもうフリーメイソンとかその秘密結社にもうハマっていっていろいろ自分で調べていってまあ自分はフリーメイソンじゃないわけですよ、うん、で後から後に知るんだけどどうやらフリーメイソンっていうのは自分から入らないと向こうからリクルートしない、うん、親が入ってるからとかって言って入れるもんじゃなく、うん、どこかのタイミングで自分が本当に入りたいと思ったら入れる秘密結社だみたいなで親父も親父でそこまでフリーメイソンもまあ一般のところまではなんて言ったらいいんでしょう普通のなんかメンズクラブみたいな、うん、でもそこからオカルト枝分かれしてオカルトチックな部分もあるみたいなことを本人は言ってて、うん、まあでも結局最終的には本人はフリーメイソンには入らないわけですけど、うん、まあその中でいろいろオカルト現象ですとかまあそういう秘密結社の研究をする中でまあちょうど数年前っていうかオバマが大統領の頃にある番組に出てどこかで察したのかなんかであるなんかいろいろまあこういう変なお話が好きなのである日自分がオバマ大統領からまあフリーメイソンっていうのが元オカルトのフリーメイソンっていうのはもともと全世界のなんていうのフリーメイソンテンポはい、フリーメイソンの、まあ、教会とか教会にもう全部行くで大体シンボルマークっていうのはそのユダヤ教っていうかのシンボルマークで、はいはい、まあ上辺上はそういう
あの旧約聖書の、まあ、そのユダヤ教のなんか信者っぽいことをやってるんだけど、だからあのダビデの、あの星のシンボルマークとかそこら中にあったりとかして、そういうシンボルを使ってるんだけど、基本的には古代エジプトのアメンホテプ4世って言うんですか、アメンホテプ4世をなんかこう拝む、祀る神棚が必ずフリーメイソンのこういうテンプルにはあると、奥の方に行くと、でなんでこの古代エジプトのアメンホテプ4世のそれを拝んでるんだら、まあ探っていくと古代エジプトの、まあでアメンホテプ4世っていうのはもともとあれ古代エジプトの宗教っていうのはいろんな 神々がたくさんいて、それを拝んでたわけです。でこのアメンホテプがやめろと、そうですね、はい、神はもう太陽、太陽神になった、そう太陽神で太陽しかないんだから太陽だけを拝めみたいなことを言った人で、でどうやら探っていくとフリーメイソンっていうのはその太陽神がメインの宗教で、だからこのアメンホテプ4世を祀ってるんだみたいなことを探っていく中で、オバマが大統領になって何かウェブでこのアメンホテプ4世の古い像とか出てくるわけじゃないですか、エジプトの発掘物から。それを見てオバマに似てるぞって言ってそれをウェブ上の今のねソフトでこう解析をしたわけでね、つなげ合わせたらそっくりそっくりだみたいな、同一人物だと。でそこでエジプトのインチキ博士いるじゃない、まあ、あのザヒ・ザヒハワースっていう結構資金をもらって牛耳ってる考古学者もう今でもね変わっちゃいましたけどね、落とされましたけど、あの人がなんかいろいろこう探ってる中で、このアメンホテプ4世の墓をなんか2000年初期の頃見つけたみたいなことを、そのハバスがザヒ・ハバスインチキ考古学者と言われてる、まあまあまあ当時はエジプトのその考古学会 のトップに一時期いて、彼のその許可がないとその何にもできなかったでしょ、発掘とかっていうのはこうできなくて、まあすごくある種、彼はその自分に近い存在にばっかりその発掘の許可を与えて、フェアじゃないって言われるそのすごくこう批判も多かった人だけど、でも、まあ、もう一方で言うと彼はすごくその、エジプトの、その、考古学的なその価値のあるものを守ったっていうそういう見方もある、まあ、物議を醸した。今ダメなあの格は落ちたの彼は。ザイアワスはちょっと前にそのエジプトで要はトップが変わったじゃないですか、政治、そうそう政治的ね、そこで、確か失脚したんだと思うんですけど、まあだから彼がでもいないと要はこうもうあっちゃこっちゃ掘られちゃってぐちゃぐちゃになっちゃうじゃん、そういう意味ではある種の評価を持ってる人ですね。まあ抑えて、そうですね、じゃないですよ、みんなほらそのあのピラミッドもだってなんかフランスのチームかなんかが行っちゃったよ、掘っちゃったもんとかさ、まあ、困るわけですよ、そういうことやられる。ただし、まあ、本人的にはグラム・ハンコックとか出てきてちょっとあなたが発掘したとかあなたのストーリーがちょっと違うじゃない、っていうことになっちゃうともうカッカー来ちゃって、そうです、ね、自分が研究したことと違うことを言う人に対してはもう押さえつける。やはりそのエジプトの人たちからすると要はそのピラミッドとかああいうその古代エジプト文明を作ったのがエジプト人じゃないんじゃないのって、例えばアトランティスから来たとかっていうのをすごく人種差別的に感じているんだと思うんですね。その自分たちのそのカルチャーが作ったものなはずなのに、それがいや違うんじゃないのって言われるのは、もっと古い人たちがいて、そうそうそう、君たちじゃない、そうなかったと。エジプトの人たちからするとすごく面白くない話っていうふうにこう感じるっていうことなんだと思いますね。まあでもとにかくその、まあ、さっきのアメンホテプ4世っていうんですか、日本語では。で実はアメンホテプ4世ってあまり知らない、あのツタンカーメンは超有名でしょ。そうですね、ツタンカーメンの親父さんなんですよね、実はこのアメンホテプ4世っていうのは、で
あのまあ、その古代エジプトの歴史を変えた男、うん、もうカリスマなんもうあの宗教すら変えちゃった、そうですね、もう、うん、とっても、まあ、優秀な男だった、うん、まあ、太陽神をこれから皆さん、うん、宗教を変えて太陽神神は一つだけみたいな、うんうんうん、まあ、今でいうキリスト教徒も実はそこから来てるんじゃないかというふうにも言われている、はいはいはい、まあ、あのこのアメンホテプ4世の墓が発掘されたみたいなことを、うん、あのこのハワスがどっかで言うんですよね、はい、2000年代の初期から、うん、でそこで、まあ、みんなも なんでわかるのみたいな、うん、これがアメンホテプ4世の墓だっていうこと、うんうん、まあでもいろいろ調べたところで本人はいやアメンホテプ4世の墓だっていうと、うんうん、でそこでそのミイラも見つかって DNA も見つかったと、なるほど、ミイラが見つかって、うんうん、これはアメンホテプ4世の、うん、最初は女性かなっていうふうに思っていたらしいんですけど、うん、最終的には男性で、これはアメンとだからツタンカーメンのお父さん の、うん、あのミイラで、そこからもう DNA も取れたみたいな話になったところを、この今日のその フリーマン、うん、フライっていうのは、うん、多分彼の想像だとまた復活してほしいわけですよ、うん、このアメンホテプを、うん、まあ、何千年前に生きた男、うん、そこでその DNA をちょっと拝借して、うん、オバマがそのクローンされて、ね、このアメンホテプ4世を復活させたのではないか、うん、フリーメイソン、なるほど、だから合わせるとぴったし顔が合って、うん、でもこれ見てください、まあ後でこれ入りますけど、うん、めっちゃ似てますか、オバマさんっていうのは、うん、その人の話でいくと、そのアメンホテプ4世のミイラから採取した DNA を使ってクローンで、で意外とオバマって怪しいですから、どこから来てどこで生まれたかっていうのがいまいち分かんないですから、いやそれはね、それは違います、それも確かに怪しいです、確かにね、そのしかもベリー、まあ、今のそのアメリカのね、その何でしたっけ名前が、うん、いやだからベリー・サトーロとかさ、ね、お母さんが CIA だったとかさ、いや、いや違うんだとかさ、お父さんはケニアじゃん、あれお父さんじゃん、怪しいじゃない、怪しくないって、だからクローンされたんですあいつは。それがまた面白いのが、フリーマンが面白いのが、うん、まあいいですよ、うん、まあ、たまたまでアリもどこかのエジプトの発掘した像かなんかで、うん、アリに似たようなやつをこうやって合成したら、うんうんうん、あ似てるみたいな、うんうん、とかあるでしょ、うん、一人でさ分かんないけど、まあ、こういう顔してるかもしれない、あるかもしれない、たくさんあるわけだからさ、うんうん、だからたまたまオバマと似てるやつがあったみたいな、うんうん、それがこのアメンホテプ4世、うん、パッとすごいのが、うん、この、アメンホテプクイーンネフェルティティって誰でしたっけ、はい、ネフェルティティはそのアメンホテプ4世の、奥さん、神さんですよ、神あの奥様です、奥さんだった、はい、このクイーンネフェルティティとビヨンセ、うん、これはウリそっくりなわけよ、でだけどさ、そこでだから今だから旬のね、うん、だからあの大統領になった時にビヨンセが歌うわけじゃないですか、うんうん、あのオバマが大、そこで一致するわけです、このネフルティティ、まあ、このネフェルティティはそのエジプトのもう三大美女の一人って言われて非常に美しかったと言われている、たしはまるわけです、そこであとはあのこのアメルホテプ4世 の、 あのお母さん、うん、お母さんがいるわけですね、お母さん名前忘れてる、それとミッシェル・オバマそっくりなわけですそれでこのアメンホテプ4世の娘が2人いたわけですよ、その娘2人もこれも全部後でこう入れますけど、娘がオバマの娘、名前忘れたけど、長女忘れちゃったけど、そっくりなんですよ、オバマとミシェル、いやだからオバマとミシェルの娘がこのアメンホテプ4世の娘たちとウリそっくりなの、まあ、その別にね、売り二つ写真が残ってるわけではないから、たまたまあくまでもあの石像じゃないですか、あれ結構ジェネリックに作ってると思うんですよ、まあ、人間の構成でもオバマだけが意外とお見たこともない人が作ってたりするから、わりかし誰とでもこう会うようになってるような気がする、オバマだけとかさ、でビヨンセはどうビヨンセどうミッシェルもピッタシ会うわ、娘たちと5人も会うわけですよ、うん、まあでも面白い話ですね、そのまあ、このあの映像を見れば、ちょっと、え
と思うかと思う。確かにね、僕もうろ覚えだけど、そのアメンホトプ4世をその、まあ、太陽神に切り替えて、まあ、その後そのエジプトはまたあの なんていうんですか、あの、いろんな神様を信じるのにこう戻るわけですけど、だからこう全部その石像が壊されたりとか、はい、後々、アメンホテプでしたっけ、うん、誰でしたっけ、あ違う、あの神々の中のオサイリスだっけ、オサイリス、yeah. オサイリスがあの体をなんか十何個にばらま切られてばらまかれたっていう伝説のある、うん、そのあれが面白いのが、彼も言ってたんだけど、あのその体がバラバラにされたオサイリスっていう、うん、あの神の、 あの墓が見つかったと、またこのハワスハワスは言ってるんですか、ザギハワス。確かね、1995年に見つかったみたいな話もあるんですけど、オサイリスのテンポじゃない、いやいや、墓っていう話だって、神様のお墓見つかっちゃったの、見つかったって、神の墓なんてどうやって見つかるんだよでもそのオサイリスが16個に体が切り刻まれて、うんうんうん、世界中にばらまかれて、うん、最終的にはおちんちんが出てこないんですよ、確か、うん、じゃなかったですけど、で今で言うそのおちんちんをあの探すために、そのあのアーボリスクって日本語で言うの、オベリスクでいいの、オベリスク、要はエジプトっていうのは必ずこういうなんか長いこういう塔があるじゃないですか、うん、オベリスク、上がピラミッドの三角形でこういう長いこういう塔があるじゃないですか、オベリスクって英語で言うんですけど、うん、これはまあ今でも要するにフリーメイソンがこう支配してるところはこれをまあチリとかにもいっぱい立ってるし、あのでフリーメイソンのそうね、そうあのまあ古代エジプトのあれがもうフリーメイソンのベースになってるんでね、アメリカでもこれがそのワシントンモニュメントということで、第1回目大統領ワシントンのあのなんか霊を祀るみたい な, なんか、まあ、シンボルとして、そうですね、あの、うん、霊じゃないけど、まあ、ワシントンモニュメントって、うん、まあ彼をあの讃えるためのモニュメントが建って、うん、必ずこれなわけです。そうですね、でバチカンに行くとこういうのが建ってるわけです。バチカンのはすごい、だってエジプトからナポレオンが持ってきたやつじゃない、うん、確か。ですごいよね、ナポレオンがさ引きずってさエジプトからさ持ってきたって、今バチカンに建ってるから、これはなんかオサイレスのおちんちんなわけです、皆さん。だから世界にはちんちんだらけ、なく消えてしまった。それ言いたいだけど。それどっかに話行こうと思ったんだけど忘れちゃいましたね。まあじゃあまとめましょう。というわけで、はい、オバマと家族はクローンされていた。なるほど。アメンホテプ4世のクローンだった。クローンだった。っていう話でした。